ね、こんにちは、えー。三重県玄海集落コロナ情報です、えー。今日は4月の21日、えー、火曜日ですね。えー、今日ですね、えー、僕の知り合いのいつもね、お世話になっている、えー、土建屋さんのね、社長さんと、それから、えー、鍛冶屋さんですね。えー、鉄骨を扱,扱っているね、 えー、まあ一人親方の方とちょっと一緒に喋ってたんですけども、えー、とうとうね、えー、我が県海集落にもですね、えー、コロナ不況がやってきましたえーえー、と今日が、えー、21だからえー、ともう来週からですね、えー、5月の10日まで、えー、約1か月ですね、えー 現場がもうう止まるそうです、えー、とこれはね、台湾関係の仕事だったかな、台湾ハウスやったかな、うんえー、もう一月止めるそうです。えー、それとね、えー、個人のね、えーえー、とその、えー、鍛冶屋さんもですね、えー、仕事があ何軒か、ね、入っていたんですけども、えー、現場が止められて、 そそそののまま仕事は流れたうですいやもうねこの小さな限界集落にもねとうとうねコロナの不況がやってまいりましたいやね僕たちと一緒のようなねあの一人親方とかねまあ時計屋さんとか本当にね大変だなと。 ひしひし思いますね。うん。えー、それからですね、えー、まあ、以前からね、よく言っている、えー、コロナ差別ですね。えー、今回ね、えーえー、と、まあ、名前は出しませんけども、えー、まあ、例の食品会社のですね、 その工場で一番最初にコロナをね、コロナに感染した方の家にですね、すごい嫌がらせがありましてね、壁に落書きされたり、それからその家になんだ、石をぶつけられてね、ガラスを割られたりとか、そういう事件が発生しております。いやー、本当にね、 あのー、僕はね、まあ、正直言ってね、まあ、多分知ってる方は知ってると思うんですけども、僕はその方も、悪いっちゃ悪いと思うんです。東京からね、えー、もうコロナコロナって言ってる時にね、確かに息子さんだったと思うんですけども、あ家に呼んで、えー、それでその人が、あーまあ、息子が感染していまして、えー、それで、えー、そこのお父さんが、えー、感染したと。 それでそのまま会社に出勤してですね、えー、そこでまた、えー、感染を拡大させてしまったっていうね。えーまあ、確かにね、その人も悪いと思うんですけども、うん、ただね、そこまで、ね、嫌がらせするのは僕はちょっとどうなんかなと。うん、それでね、えー、まあ確かに僕はその人も悪いと思うんですけども、僕は会社の対応も悪いと思うんです。えー、まずね、一人目が出た時点でね、一、えー、回ね、 えー、感染者が出ていないか、えー、最低でも12日間、えー、休んでですね、えー、それでね、えー、安全宣言を出して会社を再開するのであればよかったんですけども、えー、そのままですね、えー、その会社は持続をしてあって、えー、結構な感染者を出しました、ね、まあ現在もね、えー、営業はしておりますけども、はい。 まあえー、と最終の感染者が出てきてからもう、えー、と今日で、えー、6日から1週間ぐらい経ってるんですですからまあね、えー、大丈夫だとは思うんですけども、えー、ですけども最初のね対応が悪かった僕は会社にも責任があるんじゃないのかなと僕は思います、ね、ほんでまああちこちニュースとか見ているとね、えー、現場で頑張っている看護師さんとかえー そういう関係の方にも結構あのー、差別とかあるみたいでねそ,、えー、それでそこの息子さんとか、えー、結構そういう,うニュースは聞きますですからね、あのーえー、皆様もね、えー、一言じゃないよっていうことだけね、えー、思ってもらえればなと思います、ねえー、もしね こういうい僕みたいに、えー、小さなね、玄、え、関、ー、集落でね、えー、もし、えー、自分とこの会社に、えー、そういうコロナの感染者の方が、ね、出たらね、えー、私のように、えー、広い目で見られ差別をされますからね、えー、ですからね、本当にあのその辺は、ね、あの一言じゃないんだよみたいなね。ね、えー ですから、まああの、医療現場で一生懸命で頑張っている人とか、あそういう方を見たらね、ぜひとも、ね、応援してあげてください。ねねえーまあえー、それとですね、あと、えーまあ、三重県の隣にはね、えー、愛知県があるんですけども、えー、この日曜日ですね、えー、結構ですね、愛知県の方からね、 まあ愛知県とは言わず他にも他県あるんですけども結構ですねパチンコ屋さんにね結構県外ナンバーの車が止まっていたよとそれとですねうちの限界終了から少し走るとね結構ね有名なヨットハーバーがあるんですけどもそこにもですねたくさんのね 県外ナンバーの車が来てね、砂浜があるんですけども、そこをみんなでね、えー、たくさん人がいたよっていう話を聞きましてね、えー、それでね、えー、僕は思うにはね、もう下手に、ね、連休が増えるとね、僕はもう感染者が反対に増えるんじゃないかなと、えー、そのように反対に最近は思うようになりました。 うん、結局みんな、えー、家にね閉じこもっているのも退屈になってきますからやっぱりね人の少ないとこへ行こうじゃないかって言ってね、えー、行くんですけどもみんな考えることは一緒でね、えー、結局、えー、自分が人がいないであろうところに行くとたくさん人がいると、えー、そうすると、えー、わざわざね、えー、遠いとこから来たんだからまあまあ少し遊んでいこうじゃないかみたいな感じに、えー、大体なると思うんですよね。 ね、ですからね、本当にあの下手にね、えー、連休が長くなるとね、えー、感染者がね、増えるんじゃないかなと、最近思うようになってきましたね、うんやっぱり子供にせがまれたりね、えー、それとやっぱりね、ついついね、うん行っちゃいますよね、うんうん、まあ、気持ちもわからんでもないけども、もしね、遊びに行かれた方はね、駐車場にたくさんも車がね、あったら、あもうちょっとここはやめようよと。 違うとこ行こうよみたいな感じでね、え行かれた方がいいんじゃないかなと思いますね,ね。最近よく言われているのが、トイレでの感染が、みたいなね、うん、ことも言われていますからね。うん。まあ、それでね、えー、僕はもうには、もう多分この、えー、多分大手もですね、もう来週ぐらいからですね、もう早いとこだと休むと思うんでね、えー、そうするとね、やっぱり、えー、パチンコ屋さんとか、多分ね、三重県もね、 えー、三重県知事はね、えー、休業要請みたいなのしてると思うんですけど多分休みません、えー、多分休まないと思います、えーえー、ですからね、あのー、パチンコ屋さんとかね、えー、結構、あのーまあ、島の方とかねあ,あんまり人観光で、えー、来ないところですからね、えー、多分ねあっちの方とかも、ね、結構人が流れていくと思うんでね、えー、なんかね えー、連休明けもしくはもう連休のですね半ば過ぎにはね感染者がね僕は増えると思うんですよねうん、えー、ですからねあのー、まあなるべくならね、えー、要はもう医療崩壊ねしないようにするだけですからなるべくならまあまあ人は駐車場見てたくさんいたらね 車が止まってたらもうちょっと、あここはやめておこうよ、みたいな感じでね、えー、次に行くと。ですから遊びに行くときは、もう、えー、候補ですね、もうたくさん、えー、選んでおいてね,ね、ここがダメなら次ここ、みたいな感じでね、やっていただければなと、このように思いますね。はい。えー、ということでね、ということでね、えー、皆様ね、えー、コロナに感染しないように、どうぞ、 お気をつけくださいではまた